ミルク&ストロベリーの婚約指輪、サラのご紹介をいたします。サラは心から愛しい君へというコンセプトの婚約指輪です。では試着してみましょう。でも可愛くないですか？可愛い。プリンセスって感じが。そうですよね。これすっごくゴージャスじゃないですか？はい。ものすごい太く感じません？一見そう見えますよね。全然そんなことなくて、下のこのエタニティ部分のキラキラーとしてるところ、近くで見ていただくとめちゃくちゃ細いんですよ。本当ですね。極細のエタニティリングがついてるかな。そうなんです。重ね付けみたいに見えますね。そうですね。そしてこのピンクゴールドの部分が透かしになっていますので、ボリュームがあるように見えますけど、とっても付け心地が軽やかです。そうですね。この隙間の部分が軽やかさを生み出しているような感じですね。意外と繊細な感じですね。そうなんです。近くで見ていただくと分かると思いますが、ピンクゴールドの部分が全体的にミルチ加工になっていますので、ちょっと近くに寄ってみてみたいですね。はい、見ましょう。寄ってみました。つぶつぶ見えます？本当ですね。すごい見るうち綺麗ですね。すごい綺麗ですよ。とっても繊細。そしてこのエタニティリングの細かさ、すごい。この繊細な感じがまた可愛いですね。そうですよね。一本のリングで贅沢ですよね。はい、結婚式の時につけるティアラみたいな。あ、そんなイメージですね。可愛いです。花嫁さんのイメージかもしれない。ハートっぽいのも可愛いですよね。コンビネーションっていうところも素敵ですよね。おしゃれですよね。これはお素材を変えてお作りもできるんですよね。できますね。プラチナだけでお作りすることも、ホワイトゴールドとかピンクゴールド、イエローゴールド、単色で作ることもできるので、イメージ変わってきますよね。全部ピンクでも可愛い。肌なじみがいい色なので、これだけゴージャスな感じでもいいですね。はい、立体もです。リングを立ててご覧いただきます。センターストーンの大きさ選べますけれども、はい、こちらのデザインだったらこのぐらいが一番なんかデザインも引き立っていいですよね。そうですね。大きさだと 0.25 か、25ぐらいですかね。そうですね、 0.2 ぐらいですかね。バランスがそのぐらいが合うと思いますが、大きいものはどのぐらいまで止まりますか？大きいものですと 0.449。 わ、すごい。これはもうゴージャスですよね。ゴージャス中のゴージャスゴージャス中のゴージャス。はい、お好みでどうぞ。はい、素敵です。サラは気品あふれる華やかなデザインの婚約指輪でしたね。気分はまるで